アホだなー。はい、そうだよ、アホだよ。はい、これちょっとやりづらいですね、このアングル。はい、今回ですね、なんでこのアングルにしてるかっていうと、僕の頭皮をですね、どうなってんだ、ヨシタニンは。俺の頭皮チェックですね。まあ見えないですね、僕が。僕自身見えない。はい、まあ結論ですね、だいぶ薄くなってます。で今回ですね、あのね、これちょっとびっくりしたんですけど、まあ昔ね、学校へ行こうっていう番組の伝説の軟式グローブさん、もうめっちゃ軟式グローブさんのファンだったんですよ。軟式グローブさんね、アホだなみたいな、そうだよアホだよみたいな、覚えてます？このパークマーサンさん、今でもこれやってるんですよ。でね、パークマーサンさんが最近ですね、ある告白をしたんですよ。重大な告白を。まあ、それ何かっていうと、なんとあのパークマーサン、髪の毛が薄くなってきてズラをつけてたと。で僕はね、そのプロモーション V をね、昨日見てたんですよ。なんかで見たんですよ、昨日。昨日見てて、あ、マジかみたいな。で僕はそのプロモーション動画がどういう感じだったかっていうと、この僕も愛用してる H&S、 この地肌ケア H&S の 1.7 倍、この H&S がなんと今回 H&S プロなんちゃらっていうね、このプシュプシュみたいなのを新商品で販売するのを、このパークマンサーを使ってね、プロモーションしてるんですよ。いや、 H&S パークマンサー使ったかみたいな、マジかみたいな、これどういう流れみたいな。 H&S これ買おうだよね。あ、 P&G か、 P&G 攻めるねみたいな。いやね、 P&G ってまあまあでかい会社ですよ、このね。まあまあでかい P&G っていうね、てかだいぶもう世界規模ですよね、 P&G って。多分プロダクター&ギャンブルジャパン株式会社、長えな。プロクター&ギャンブルジャパン株式会社、はい、P&G、 こちらがですね、あのアホだなパークマーサンを活用してウェブ広告というかね、プロモーション PV を作ってるわけですよ。これ時代変わったなみたいな、パークマーサー使えるんだよ P&G でもみたいな、すごいなみたいな、チャレンジしてるなみたいなね。まあ僕も猛攻にチャレンジしていかないといけないんですけど、でね、まあ僕は知ってたわけですよ。うん、そしたらなんか今日ね、やっぱね、類は類を呼び毛根を作るっていうね。今日ね、なんか動画が送られてきたわけですよ。あ、またなんか動画送られてきたぞみたいな。で見たんですよ、動画を。そしたら僕は昨日見たパークマンサーの動画なんですよ。マジであやさんみたいな、あやさんそこ来るみたいな。いや、似たものどうしやねーみたいなね。昨日僕見たばっかやでみたいな。知っとるみたいな。いや、なかなかやっぱね、類は類を呼び人類を作るですよ。これはちょっとね、びっくりしましたね。はい。ということで、まあ、今回、まあ、鹿児島の事務所に帰って、ね、育毛シリーズをまた動画撮ろうと思うんですけど、僕東京でシャンプーをね、Kスタイルみたいなシャンプーを買ったんですよ。でそれ4000円ぐらいするんですよ。で鹿児島の事務所はこれなんですけど、で昨日これで洗ったんですけど、結論言うと、まあこれね、多分ね、人に合う合わないあると思うんですけど、僕ね、本当にこの H&S が一番ベストだと思います。昨日洗っても完全に実感しました。この H&S が僕の髪には一番いいですね。なんかね、なんかその K は良かったんですけど、なんかね、洗いすぎてなんか乾燥するんですよ。だから今乾燥してるっていうのもあると思うんですけど、
なんかね、地肌がね乾燥して痒くなるんですよ。なんか洗いすぎてる感があって、まあめちゃめちゃ洗えてるんでしょうけれども、なんかねヒリヒリするというか、うん。でこの H&S はしっかりと髪の毛の、うん、洗えるし潤いもあるし洗ってるし、この H&S やっぱ一番いいっすね、安いし。僕もねシャンプーってどうすか、僕もねまあいろいろシャンプー試しましたよ。まあスカルプ D も一回試したこと、昔試したことありますよ。スカルプ D だったりとか、なんとか、なんとか D みたいな、なんとかなんとかってあるじゃないですか、そのケアするスカルプ、なんとかしゃなんとかスカルプとかね、いっぱいあるじゃないですか。いろいろ試してきたんですけど、まあ人それぞれ好みあると思いますけど、やっぱ H&S こちらがねコスパもいいしね、だって普通のね高いんですよ、3000とかするんですよ、4000とかね、これはね 1.7 倍でもこれねいくらだ、5、600円ですよ。安い。あ、5、600円は盛りすぎか、まあでも安いですよこれ。うん、なんかこの H&S はねこれね結構シャンプーって入れ替わり立ち替わりするじゃないですか。この H&S が多分発売してから結構もう長いと思うんですよ。それだけ長いってことはやっぱね支持されてるということだと思いますよ。だって支持されてなかったらずっと同じ商品売れないじゃないですか。もちろん H&S もパッケージだったりコンセプトを変えて男性用とかも作ったりとかしたりとかしてますけどもね、まあ今回また新商品投入でその H&S のねこのプッシュだから、それ買いますよ僕。もう買うしかないですね。もう買ってその H&S を応援していくっていうね。まあ実際もうこれに決めました僕。だから東京でいろいろ試したんですけど、あ、これですね、僕の毛根にはこれが合ってます。 H&S 毛穴ケア、ダブルケアケア、はい、これ H&S 本当コスパいいしいいと思うんですよね。で特に冬、まああやさんのところはね、なんかインスタでアップしてましたけど、沖縄冬がないっぽくて全然夏っぽいんですけど、で東京マジで寒いっすよ。まあ今鹿児島戻ってきたんですけど、鹿児島はわりかし日中は暖かいですね。まあ1日しかまだいないですけど、ただ夜は寒いっす。夜寒い、夜だから暖房つけてますもん、普通に寒いんで。で乾燥するじゃないですか。だけどこれは乾燥というか潤いあるんでめっちゃいいっすよ。うん、だから地肌の乾燥、ほら地肌の乾燥、かゆみ、ふけを防ぐ、潤ってまとめる髪へと、ほら僕の多分ね頭皮に合ってると思います、 H&S。なんでもう H&S もう確定ですね、僕はもう H&S でいきます。であとは H&S の僕はね、あとね希望を持ったんですけど、今回パークマンサーを R&、ね、この P&G さんが取り上げたってことは僕も取り上げてくれる可能性ワンチャンあるぞみたいな。だってアホだな言ってた人でしょ、アホだよみたいな、そうだよアホだよみたいな。いやこれがね、これ多分上場してると思うんですけど、 P&G さんに取り上げられるっていうね、しかももうプロモーションのね主役ですよ完全に。これワンチャンじゃないかなみたいな。いやーちょっとね、でもね P&G さんね攻めるね、好きになりました。普通大企業ってあれなんですよ、もちろんあるじゃないですか、その形みたいな世間体っつのあるじゃないですか。だからこういうねチャレンジする会社っていうのは好きですね、僕はね大好き。もうよりねよりよりファンになりました、 H&S いいですよ、 H&S で今回そのパークマンサーさんのね H&S さんがプロモーションビデオ作って公開してるやつをこの YouTube の下に入れときますんで、まあよかったら見てみてください。はい、でそのパークマンサーさん言ってるんですけどね、俺はねそのズラでね騙してきたけど、やっぱね自分の地毛でね勝負したいと。やっぱね僕もねネタ的にアデランスもありかなと思ったんですよね。アデランスもネタ的にアデまあハゲたらアデランスもあんなみたいなあったんですけど、やっぱパークマンさんの言った言葉心に響きましたね。やっぱ地毛でいきたいと。やっぱ地毛でいきたいと頑張りたいと。であとねそのパークマン、しかもねこれがねこれ YouTube の規約上いいのかどうか今変わったじゃないですか。これ微妙なラインあると思うんですけど、なんかいいねを押すと
いいねを押すとパークマンサーにこのなんかプレゼントみたいなんですよ。だパークマンサーを応援しようみたいなっていう切り口なんですよ。パーク、まあ、会社を応援してるんじゃなくてパークマンサーを応援しようぜみたいな。で応援したい場合はいいねをしてないとね。お、だこれもねちょっとあの規約をだいぶきあの際どいけどかいくぐってるなと。一つのキャラクターを設定してね、キャラクターというかパークマンサーを設定して、でパークマンサーのその応援しようね。で応援でパークマンサーの、応援しようと。でいいねがいっぱい入るとパークマンサーにこのね新商品をなんか何個かいいねされるとプレゼントしていくと。こういいね発動じゃないかみたいなね。いいね誘導やんけみたいな。いやでもね、あうまいなと思いました。あこういう切り口だといいね押せんのかみたいなね。だ確かねその規約変更で賞金とかなんかそれを釣っていいねをこう取るとかはねダメだみたいになったような気がするんですよ。だからあの去年今年か今年とか去年 YouTuber があのプレゼント企画めっちゃやってたじゃないですか。まあ ひかるくんとかもねプレストブワー上げるとかね、あと、DJ 社長さんもねブワー上げるとかね1億円上げるとかね、まあ、いろいろやってましたけど、だそういうその動画の中身ではなくプレゼントで釣るプレゼントでいいねを誘導していくのはちょっとダメだみたいなのあったと思うんですけど、いやー H&S さんね素晴らしい、攻めてる攻めてる。でも毛根ねまたちょっとあの育毛研究所やってきますんで、僕ねあのいっぱいあるんですよあのあれ毛根毛根あのね、あの僕2万回ぐらい回ってる動画があるんですけど、2万回ぐらい回ってる動画が、これねこの親父臭い、これねめちゃくちゃ親父臭いんですけど、カロヤン S です。このカロヤン S の動画が1本ですけど2万回ぐらい回ってます。2万回、はい、いくもまあ育毛はね単価も高いしね、はい、ロングで回るし育毛いいですよ。育毛髪の毛が抜けたら稼げるっていうね、髪の毛が抜けてもアクセスは稼げるっていうね。どうすか。まあでもパークマンサーさんが言ってましたよ、やっぱ地毛で勝負したいですよね、うん、やっぱりあの僕もねもうちょっとで40歳になるわけですよ、あと3年で、まあ、あと3年も髪の毛あんのかなっていうのねちょっと最近不安なんですけど、まあそれをやっぱねネタにしてまあ、お金稼いでいこうかなと思います、はい、ということで、今回いろいろな視点でねお伝えさせていただきましたけど、この H&S P&G だ P&G が出してる H&S 1.7倍、買いましょう。いやね僕ねでもパークマンサーさんをねこうティーアップしたプロモーション部位を作った、まあそのね P&G のプロモーションなんだ候補かはなんか分かんないですけど、よくパークマンサーを起用してくれた。これねパークマンサーを起用するってねこれ何度も言いますけどなかなかチャレンジだと思いますよマジで。だってねしかもトレンドではなくないですか。まあその学校へ行こうやってた時はもうめちゃめちゃトレンドでグローブとね共演までしちゃいましたからね、共演までしたんでそれはトレンドだからその時に扱うのはいいですけど、今もうトレンドではないわけですよ。ね、パークマンサーさん実は YouTube やってるんですけど、トレンドではないわけですよ。ね、だからこれをねやっぱ取り上げるっていうのはね、あ P&G さん、僕も取り上げてほしいですね。いやワンチャンじゃないかなと。そう。例えばそのじゃあちょっと企画提案立案ここでさせていただくと。あの100万本動画アップロードしたけど100万本の髪は抜けたみたいな。動画100万本アップロードした男は髪の毛100万本失ったみたいな。だけどこの H&S でその100万本をまた手に入れるみたいなね。どうすか。動画1本アップロードすることによって僕は髪の毛を1本ずつ失ってたんですみたいな。なんかそのプロモーションで絵的になんかインタビューですごいですね100万本動画アップロードしてた、いや実はですねみたいな深刻なこの黒バックでちょっと深刻に話して、
実は1本動画アップロードするごとに僕のケッツのは抜けてたんですと。で、それを証拠にこの100万本の動画を撮る過程の中で僕の髪の毛の変化全部見れますみたいな。だけど今回ね、この P&G さんの H&S さんの新商品でまたチャレンジしたいと思いますみたいなね。どうすか P&G、 全然宣伝しますんでよろしくお願いします。広報の方全然宣伝しますんでよろしくお願いします。ということで、僕ができることは今作られた動画を宣伝することしかできないですけど。 はい、ということで、この YouTube の概要欄に、そのあやさんからね、送られてきた、アホだなーっていう、ちょっと僕音程合ってないですけど、そうだよ、アホだよ。ね、パークマンサー大好きな方は、もう学校行こうのパークマンサーも大好きだった人だけ、もう絶対見ましょう。もうパークマンサーマジで好きですからね、僕は。いやでもね、40超えてもあれやってるっていうのはね、やっぱね、凡事徹底ですよ。40超えてもアホでいたいと。いや僕もね、パークマンさんの言葉にね、僕はね、40超えても、50になっても、60になっても、ダバーンモクンって動画作りますから大丈夫ですよ。 でも毛根はちょっと、もう髪の毛はちょっと生えてほしいよね。ね、だいぶ長くなってるな。とりあえず終わります。